ワワンンデイ・ワンシネマ第46回は1962年松竹映画「小林正樹監督切腹」えっ、ー、と中台達也主演えっ、ー、と「岩崎島も」も、えー、出てます、えー、他に丹波哲郎三國連太郎第16回カンヌ国際映画祭 審査員特別賞を取っている映画こんにちは「刺身シスターズ広実こと詩人大久保宏徳の映画の部屋」。えっとねこの映画はね切腹はねえっと、えー、名作時代劇えというか日本映画の中でも名作だと僕は思います。えー 監督の小林正樹もすごくいいしね、えー、それから、えっと、脚本が橋本忍音楽は、えー、竹道徹この時のさ大達也はさ危機迫る演技ですよ素晴らしい、えー、そして石浜明っていう、まあ、2枚目俳優がいるんだけど彼はねあんまり演技がうまくないんだがこの映画ではすごくハマりや。 でえー、っとすっごい若い頃の極道、えー、の妻たちの岩下島も出てます。す。可愛いです、えー、それから市原悦子も馬の役で出てるんだけど、えー、っとちょっとねおっぱいをやるシーンがあるのねそれで、えー、僕よく市原悦子さんと仕事をしてたんでうん聞いたことあるのね。あれは吹き替えですか それともって聞いたんだけどうん答えはなかったね。<laughs> ということはどういうことなのかな分かんないけどえー、っとぜひこれはご覧ください「音楽も竹道徹」えー、そしてほらあこれはねあの例の市川海老蔵が主蔵で「いいのか今も一命」蔵が主演で一歌っていう えー、作品が少し前にあったんだけれどこの切腹のリメイクです。で見てないからさ何とも言えないんだけどこれこの切腹を超えられるかな超えられたのかな超えてないでしょうねっていう感じです。えー、っとそそそそう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 これは あの直木賞を取った作家の「えー <laughs> とえー、異文浪人記」っていう小説が原作なんです。で同じ人の「拝、え、領、ー、妻島,島月」っていうのを原作にした「攘夷討ち」っていうのが、えー、とその後同じ小林正樹で取られています。 これは三船敏郎の主演です。あ、訂正があります。えー、直木賞作家と言いましたが、実はこのお原作者、えー、っと滝口康彦。彼はね、6回直木賞候補になってるんだけれど、えー、結局、えー、無冠なんですね。 だけどこの人の小説2作僕読んでるけどとても面白いです。えー、映画はねとにかくストーリー展開の面白さ緊迫感人物造形の見事さ、まあ、これは、ね、原作に追うところが大きいのだけれど、まあ、役者たちの演技も見事、えー、人間の悲しみと怒りと えー、それから悪い奴は悪い奴で、えー、きちっと描かれてて、えー、そういう鮮やかな人間ドラマ映画は僕らを夢の果てまで連れていくではまた